9月5日はグレゴリオ歴で年始から248日目にあたり、年末まであと117日ある。北米の13植民地で大陸会に始まる。画像は会場のカーアッペンターズホールアメリカ独立戦争、チェサピーク湾の海戦。二海軍の勝利により、英海軍はアメリカへの増援が不可能となる。ニューヨークで労働者がパレード。 レーバーデーの始まり、ポーツマス条約締結、日露戦争終結。画像は、ポーツマス会議同日の日比谷焼き打ち事件。日本勝利も賠償金は、取れず、国内には、不満が残った第一次世界大戦、マルヌ海戦。ドイツの進撃は食い止められ、対戦は長期化へ、アメリカ合衆国の探査機ボイジャー1号を打ち上げ、2020年頃までは、 観測を続けられるというキャンプデイビッド会談始まる。画像左から順に、サダとカーター、ベギンフランス王、死守王類8世絶対王政絶長期のフランス王、太陽王類14世戦国武将、伊達政宗オペラ作曲家、ジャコモマヤベア誕生。羊飼いの笛を聞く、版画家、宗方志向フレディ・マーキュリー。第78代天皇。 二条天皇オスマン帝国の最盛期を築いた第十代皇帝、スレーマン一世オグララ族の戦クレイジーホース、白人に殺害される社会学者、オーギュスト・コントボツ。イシルドルフ・ルートビヒ・カール・ウィルヒョウボツ。白血病を発見物理学者、ルートビヒ・ボルスマンボツ。画像はエントロピーの公式が刻まれた、墓修道ジョ・マザー・テレサボツ。 ワイオミングの炭鉱イェンシュバルで発電所石炭の日、インドの教師と生徒たち、ありがとうございます。